今回はマクドナルド新世界店にて月見シリーズの新作が出たということで来店。すき焼き月見バーガーほか月見パイ、月見マックフルーリーを実食。まずはアイスが溶けちゃいそうなので月見マックフルーリーから。栗のモンブランということでどんな味がするのか試しに。いただきますね。アイスとかそういうの関係なくしっかりいただきますは言うタイプです。それではね、ちょっと月見マックフルーリーから。うわ、すごい、めちゃくちゃモンブランこれ。うわぁ、これ僕モンブラン好きやから好きやわー。めっちゃ普通のこと言いましたけどね今。うわ、これマジでこのマロンペーストですか、これがめっちゃバニラのアイスと合うわー。あ、これリピート確定ですわ。あんま何回口の中入れてもうまーってなる。たまに来るスポンジケーキもいい役割果たしてますわ。ほんまにこのね、月見マックフルーリーはビグッジョブです。続きましては月見の新作ではないんですが、王道のチーズ月見バーガーね。まずこの普通のやつを食べとかんとね。新作前にね。言うても月見バーガー1年ぶりぐらいですからね。これ毎年楽しみなんですよ。僕マクドナルドで一番好きなんでね、月見バーガー。やっぱうまいわこれ。間違いない。異常なしやね。うまいわ。なんでこんなうまいんやろね、月見バーガーってね。やっぱマクドナルドのこの9月っていうのは忙しなりますよね。この月見バーガー求めてみんな来るからね。今日も店内めちゃくちゃ人いました。みんな食べたんやろね、やっぱりね。肉、チーズ、卵、ベーコン、ほんでこのソースがうまいよね。チーズ月見バーガー異常なしですわ。これはちょっと新作にも期待できそうです。改めましてですが、チーズ月見バーガーヒグッジョブです。そして今日のメイン主役でございます、すき焼き月見バーガー。中身を見た感じはまだすき焼き感がちょっとないんですが、このバンズがまず変わってるんですよね。ありましたありました、すき焼きはこのパティの下にぎっしり詰まってます。私大のすき焼き好きでございましてね。なので皆さんよりより一層楽しみにしております。すき焼き屋はしっかりうま。何ですかこのすき焼きソースというか、このバン、あのパティの下に引いてあるやつ、これ月見とよう合いますわ。全然融合してます、しっかりうま。ほんでこのバンズもうま、ふわもちバンズ、これはかえて正解。ふわもちやからすごい一口一口が食べやすいね。いやー、これは美味しいよ。すき焼き好きの私をうならせてるよ。ほんでね、時々来るこのブラックペッパーがね、すき焼きのこのソースとめちゃくちゃ合うわ。この甘辛いすき焼きソースとこうピリッとしたブラックペッパーの感じ、これが非常にマッチしてます。いや、これうまいわ、ようできてますわ。あとね、コクうまって言うてるぐらいですからね、このうまみがプラスされてます。
うん、だからチーズ月見バーガーとかで物足りない方はぜひすき焼きの方食べてみてください。言うてる間にね、もうペロリとこちらは完食ですわ。うん、私好きっていうのもあってね、うん、これはもう何個でもいけますわ。はい、美味しい。うん、さあさあ行きましょうか、行きましょうか。コクマすき焼き月見バーガー、もちろんリグッジョブです。最後はあんことお餅の月見パイ。僕あんまりこうねパイシリーズ食べないんですけどね、せっかくなんでちょっと月見パイの方いただいていきたいと思います。はい、それでは皆さんが一番見たいこちら中身ですね。どうだ、見えるか、粒あんでしょうかね、びっしりと詰まって、横左横にはお餅が。月見パイはね去年からあるらしいんですけど、僕食べてないんでね、ほぼ新作みたいなもんです。はい、そのお味はいかに。うんうん、お、うまっ、あ、うまっ、あ、え、これも、え、こんなうまいのこれ、うまっ、え、ちょっと一番衝撃かもこれ、食べやす。うん、なんかね粒あんなんすけどね、そこまで粒感ないっす。うん、なんならちょっと腰に近い、腰に近いですこれ。うーん、お餅ももちもちやし、うーん、このパリパリのパイともちもちで、あんこの甘みあって、お、うまこれ。あ、これちょっとしたスイーツ食べたいなっていう時にめちゃくちゃええな、これ。これとコーヒーとかあったらもう完璧ですわ。うーん、あ、これはマクドナルド3時のおやつに月見マックフルーリーと、これ完璧ですやん、これマクドナルドさん。月見パイヒグチョブです。ごちそうさまでした。ということで本日から発売の月見ファミリー、皆さんもぜひヒグチョブです。ちゃんめし、とうめし、めし評価、よめしく、おめしがいめしめし、あ、ちゃ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 、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。